アメリカ国立公文書記録管理局に保管されているアメリカ合衆国憲法修正第21条アメリカ合衆国憲法修正第21条はアメリカ合衆国全土で飲料用アルコールの製造販売等を禁止したアメリカ合衆国憲法修正第18条を撤廃した第1節合衆国憲法修正第18条はここにこれを廃止する 第二説が州国の州、領土、または、俗領の法律に違反して、それらの地域において引き渡し、または使用するために、主制飲料をその地域に輸送、または輸入することは、ここに禁止する。第三説本条は、連邦議会がこれを各州に提出した日から7年以内に、本憲法の規定に従って、各州の憲法会議により、 本憲法の修正として承認されない場合は、その効力を生じない。憲法修正第18条によって、禁酒法時代と呼ばれる時代が始まり、飲料用アルコールの製造、流通、販売が違法となった。1919年の修正第18条の、成立は禁酒運動の頂点を成す成果だったが、間もなく、非常に評判が悪いことが、明らかになった。 修正第18条に反対するアメリカ市民の数が増えてくるにつれて、その撤廃の動きが大きくなった。しかし、大衆政治は撤廃を困難なものにしていた。合衆国憲法は憲法修正条項を批准するための二つの方法を規定しているが、この時点までに用いられていたのは一つの方法だけであった。 これは、4分の3の州の議会によって批准するという、ものである。しかし、当時、多くの州の州議会議員は、禁止運動家に恩義を、受けているか、単純にこれを恐れているかのいずれかだということが、知られていた。このため、連邦議会は、1933年2月20日に、禁止法の撤廃を正式に発議したとき、もう一つの批准方法、すなわち、 各州の批准のための会議によることを選んだ。この修正条項は、この方法で批准された、唯一のものである。アメリカ合衆国憲法の中で、詩人の行為を禁じる規定は、この修正第21条と修正第13条の二つしかない。ローレンストライブが指摘するように、普通の詩人が、合衆国憲法に違反し得る場合が二つあり、その二つしかない。 一つは誰かを奴隷にすることであり、まさに最悪の行為である。もう一つは、ある州の種類管制法に違反して、ビール、ワインあるいはバーボンの瓶を持ち込むことであり、大人らしくないと考えられる行為であり、多分非合法ですらあるが、違憲だろうか連邦議会は、修正第21条を1933年2月20日に、発議した。その後、 修正第21以上は1933年12月5日に規定を満たして批准された。他の修正条項が各州の議会で批准されたのに対し、特にこの条項のために選定された各州の批准会議によって批准された唯一の修正条項となった。また、以前の憲法修正条項を撤廃するという明白、かつほぼ単一の目的のために成立した。 唯一の修正条項でもある。修正第21条によって、12月初め、全国的な禁止法は終了した。同条項を批准したのは次の州である。ミシガン州、ウィスコンシン州、ロードアイランド州、ワイオミング州、ニュージャージー州、デラウェア州、インディアナ州、マサチューセッツ州、ニューヨーク州、イリノイ州、アヨワ州、コネチカット州、ニューハンプシャー州、カリフォルニア州、 ウェストバージニア州、アーカンソー州、オレゴン州、アラバマ州、テネシー州、ミズーリ州、アリゾナ州、ネバダ州、バーモント州、コロラド州、ワシントン州、ミネソタ州、アイダホ州、メリーランド州、バージニア州、ニューメキシコ州、フロリダ州、テキサス州、ケンタッキー州、オハイオ州、ペンシルベニア州、ユタ州、批准は4分の3の州の批准により1933年12月5日に完了した。 この修正条項は後に次の州によっても批准された。メイン州モンタナ州次の州は修正条項を拒否した。サウスカロライナ州ノースカロライナ州の有権者は1933年11月7日に修正条項を検討する会議を否決した。第二説は州あるいは領土の法律に違反してアルコールを持ち込むことを禁じている。このことは州に アルコール飲料について本質的に絶対的な規制権限を与えたと解釈され多くの州は修正条項の批准後も長い間アルコール禁止政策をとっていた最後までアルコール禁止政策を続けたのはミシシッピ州で1966年までドライであったカンザス州は1987年までパブリックバーの禁止を続けた 多くの州は現在、この修正条項で認められたアルコール規制権限を、市、または軍に委任している。このため、地方政府が、種類免許を取り消そうとして、憲法修正第一条の権利をめぐる多くの訴訟が起きてきた。この修正条項に関わる、連邦最高裁の判例は、ほとんどない。ありがとうございます。